イヴァン・ビリビンが、タカフィニストの、羽、タカフィニストの羽は、ロシアの民話、アレクサンドル・アファナーシェフの編纂した、ロシア民話集に収められている。AT 分類432、商人が、自分の三人の娘に、街で何を買ってきて欲しいか聞いた。上の二人は、ドレスやショールを望んだが、末娘は赤い花が欲しいと言った。 商人は町へ行きドレスやショールを買うことはできたが赤い花を手に入れることはできなかったしばらくして商人はまた町へ出かけることになった上の二人は金のネックレスやイヤリングを望んだが末娘は赤い花を望んだ商人はイヤリングやネックレスを買うことはできたが赤い花を手に入れることはできなかったまたしばらくして商人は町へ出かけることになった上の二人は サテンの靴や絹のペティコートを望んだが、末娘は赤い花を望んだ。商人は靴やペティコートを買うことはできたが、赤い花を買うことはできなかった。家へ帰る途中、商人は赤い花を持つという老人に出会う。商人はその花を手に入れようとするが、老人はこの花を持つ者は、タカノフィニストと結婚しなければならないとして断る。商人は条件を呑んで、 赤い花を手に入れ末娘に渡す。その夜末娘の部屋に鷹が飛んでくる。鷹が部屋の床に着地すると王子に変身した。王子は娘とのひとときを過ごすと鷹に変身して飛んでいった。末娘はそれ以降、フィニストと会っていたが、怪しんだ姉たちが窓にナイフを仕掛けたためフィニストは部屋に入ることができず、遠くへ飛び去ってしまう。翌朝目覚めた末娘は、ことの次第を知って、 フィニストを探す旅に出る。三体の鉄靴と三本の鉄杖をすり減らすが、三人のバーバヤーガの手助けもあり、末娘はフィニストの元にたどり着く。フィニストはすでに婚約していたので、末娘は使用人としてフィニストに近づく。末娘はフィニストの婚約者の前で、バーバヤーガからもらった道具を見せ、道具と引き換えに、フィニストと人よを過ごすことを認めさせる。 はじめの2番は、フィニストがぐっすり眠っていたが、その次の番に、末娘の涙で、フィニストは起き、婚約者の前から二人で逃げ出す。末娘は着飾った姿で、父親の元へ戻り、盛大な結婚式を挙げた。話によっては姉たちの欲しがるものが異なっている。末娘の望むものは3回とも同じであるが、赤い花ではなくフィニストの羽を望むものもある。 また不思議な老人は登場せずに、街で末娘の欲しいものを買ってくるものもある。創作の旅の様子、物語の結末などにもサインがある。ありがとうございます。